はい、今回は自分が脇見恐怖症なんじゃないかと悩んでいる方、脇見恐怖症の当事者ではない方にも、脇見恐怖症の自分なりに、脇見恐怖症って一体何なのか、わかりやすく話していきます。まず、脇見恐怖症っていう言葉を、普通の人が初めて耳にすると、どういうこと？そんな恐怖症あるの？脇見運転が怖い人？脇見運転は良くないよ、だって、街中や電車、チラチラしたり、ジロジロずーっと見てる人のこと？キョロキョロ周りを見て落ち着かない人のこと？人のことを見たいけど我慢しなきゃっていう病気だったりと、普通の人が初めて脇見恐怖症を耳にするとこういうことなのかなって思うのが、普通だと思います。今言ったことは全部間違っていて、脇見運転でもなく、街中や電車の中でじっとチラチラ周りをじーっと見てくる人のことでもなく、キョロキョロ周りを見て落ち着かない人のことでもありません。じゃあ一体脇見恐怖症って何なのかと言いますと、脇見恐怖症は、自分の視界に人が入っただけで、その人に視線意識が行ってしまい、たとえその人を見ようと思わなくても自分の意思と関係なく視界に入るだけで意識が集中、ロックオンしたかのように、その人を自分の視界から消えるまで追ってしまう、自分の意思では制御できないその視線、意識が視界に入った人に対して何かしらの信号、ビーム、テレパシーを送ってしまうんじゃないかと考えて、相手に迷惑、不快な思いをさせてしまっているのではないかと、考えてしまう病気です。この説明だけじゃ、分かりにくいので、今日はホワイトボードに、脇見恐怖症って一体何なのか、脇見恐怖症を自分なりに、普通の暮らし、生活の中苦しんでいるあらゆる場面で、説明していきます。脇見恐怖症の方は、共感することばかりだと思います。はい、ちょっと見にくいんですけど、ホワイトボードで分かりやすいように絵を描きながら説明していきます。まず、歩いているとき、すれ違うとき、気味してしまう、脇見恐怖症の症状が出るときを説明して書いていきます。赤いこの人が、脇見恐怖症の自分です。普通に道を歩いていたら、視界は視線、自分の視線、視界はこう前方に視界が行っていて、だけど、横の道から急に人がこっちに歩いてきました。そしたら、この自分の視界、視界に人が入るだけで、普通だったら視界はいろんな方に視界は行くと思うんですけど、脇見恐怖症の人はここに人が現れただけで、自分の視界がこんな風に、自分の視界がこっちに、この人の方に行ってしまいます。本当は こっちだって見たいんですけど、こっちを見たいのに意識はこの人に行ってしまう。別にこの人を見たくもないのに、この人だけはずっと見てしまう。この人が視界に入ってるので、見たくもないのに見てしまうので、自分が不審な人にこの人に見られてないかなとか、見てんじゃねえよって言われちゃうんじゃないかなと、ビクビクしてる感じです。相手に不快な思いをさせてしまってるんじゃないかなっていう考えてる感じです。分かりづらいかな。この視界に入ってた人がこっちにもうすれ違って自分の後ろの方に歩いていけば、自分の元の視界に入ってないんで、脇見恐怖症の症状が出た時のロックオンしたかのようなこの人だけに視線意識がいっちゃうっていうのが、もうこの人が通り過ぎたらもうなくなるんで、その自分の脇見恐怖症の症状はもう大丈夫です。だけど また新しい人が歩いてきて自分の視界に入ってしまったとしたら、その人を見たくもないのに自分の視界がその人だけに行ってしまう、意識が集中してしまう。だからまた迷惑かけてないんじゃないかなと思って、ちょっと挙動不審になったりしてるのかもしれません。だけどこの人が自分の後ろを通り過ぎるともう視界にいないので症状は出なくなり、一度ホッとできるって感じです。なので、もう外に出て人すれ違ったり歩くだけですごい神経をすり減らしてしんどい思いをしています。はい、次、公共の乗り物に乗るとき、乗る場面で話していきます。電車で話していきます。こう電車が普通にね乗っていて、ちょっと絵が下手なんですけど、これが向かい合ってる椅子ですね。で、普通に人がここに座ってます。座っている人の前にも人がバーって釣り革持って並んでいて、脇見恐怖症の自分がもし電車に乗った時ここに座ったとします。ロングシートですね。ロングシートにみんな並んでいて、自分もそこに座って、座ったらやっぱり当然自分の視界、横、この両隣の人が脇見するというか、この人たちに意識がいってしまう。当然前と自分の視界にもいる人たちに全員脇見してしまうというか、自分の意識視線がいってしまう。それで不快な思いをさせてるんじゃないか、迷惑かけてるんじゃないかと考えてします。中にはあの人ずっと見てくるとか、なんか気持ち悪いっていうひそひそ言ってたり、これあくまでその脇見恐怖症の人たちの考えというか、本当にそれは言ってるかとかはわからないんですけど、咳したりすると
自分の視線が行ってしまうのが悪いんじゃないかと思って、やっぱり普通に乗って普通に目を開けていると、まあ、この人たちに脇見してしまう、見たくもないのにずっとこの人たちのことを見てしまう、そう考えてしまっているので、すごい心臓もバクバクで落ち着かなくて、まあ、要するにパニックみたいになるんですね、脇見狭小症の人は。なので電車に乗るときはきっとほとんどの人が、まあ、目をつぶっている、まあ、寝たふりをする、本当は自分は寝たくないのに、普通にスマホとかをいじったり本読んだりして電車内でも過ごしたいのに、やっぱり自分の視界意識が制御できない、このね、電車に自分が乗ったら両隣の人、周りの人に意識が全部行ってしまう、まあ、考えているので、不快な思い迷惑させてるんじゃないか、なんかお前何見てんだよと、そういうトラブルとか自分が起こしてしまうんじゃないかと考えてしまい、まあ、電車に乗れない、やっぱり電車を避けてしまっている人が多い状況です。はい、次、レストラン、外食、まあ、外にご飯を食べに行くとき、まあ、脇見狭小症、どういう症状が出てしまうのか、レストラン、外食での場面を話していきます。まあ、レストラン、これが机で、3つ並んでる感じの机です。ここに、まあ、お客さんがご飯を食べてます。まあ、真ん中のテーブルに、まあ、案内されたとします。これが自分です。そして、例えば家族だったり、友人とお店に入ったとします。当然、脇見狭小症の人は横に隣に人がいるだけでもうパニックというかね、集中できないんですね。ご飯も食べるのも。やっぱりこの人に視線が行ってしまう。そして隣だけじゃなく、まあ、前の人やったりもするし、斜め前の人、斜め左、こっちの人にも目線意識が行ってしまう。当然、もっとこっちの人だったり、店員さんがここら辺でなんかやってたりしたら、もうその人にまでも脇見行ってしまう。当然ご飯を食べたり友達と話したいんだけど、こっちに意識が行ってしまう、目線が行っちゃう、ずっと。本当だったら友達とこう目を見て話したりご飯食べたりするんですけど、こういう席だったら隣に人がいるだけ、周りに人がいるだけで目線意識が行ってしまい、不快な思いさせてるんじゃないか、もう箸も進まない、ご飯もゆっくり食べれないという感じで脇見狭小症の人は悩んでいます。あとこう、例えばラーメン屋のカウンターだとしても、人がカウンターでラーメンを食べていて、ここに自分がいて食べようとしても、やっぱりこの隣の人に脇見しちゃう、見たくないのに、見ようとしてないのに、どうしてもこの人に視線が行ってしまうと、まあ、考えてしまい、そうなるとやっぱりこの人になんか不快な思いさせてるんじゃないかと、まあ、ビクビクしています。当然横だけじゃなく、まあ、目の前にラーメン屋の店主がラーメン作ってたりしたら、もうこの人にも前の人にもこっちの人にも行っちゃうんで、本当に脇見狭小症の人はレストラン、外食でゆっくり食べたり、本当に外で食べることができなくなってると思います。なのでやっぱり外食もできなくなるので、できなくなるというより食べれると思うんですけど、やっぱり辛い思いをする、自分が周りの人に迷惑する、だから神経使うんですね。こうレストランとか外食で家族でなんかの日に食べに行ったりする時もやっぱり疲れるし、辛い思いする、迷惑かけちゃう。なので自分が食べたい店、焼肉が食べたい、お寿司が食べたいと思っても、席が消しちゃったんだけど、さっきのようなきつい店というか周りの視線が気になってしまう店やったら脇見しちゃうので、まあ、入れなかったり、その店に行ったんですけど、やっぱり入れない、もう家に帰ろうって言ったり、ドライブスルーできる、持ち帰りができる店に、まあ、変わったりします。なので味がどうかより、食べログがめちゃくちゃ高いより、自分が気にせず入れるか、人が少ない時を狙ったり、その店に個室はあるのか、やっぱり個室が重要になってると思います、脇見の人は。なので外食とかもすんなりできないので、当然外食って言ったら家族と行ったり友人と行ったり恋人と行ったりすると思うんですね。その人たちにも自分は個室しか入れないんで、この店は無理なんてできないだろうし、友人恋人がラーメン屋行こうって言ってもすんなり、このラーメン屋混んどるから無理だみたいな、脇見するで無理だってなってる、本当に入れないんですね。自分の意思とは関係なく脇見しちゃうので、そこでもすごい悩んでます。まあ、なので友人恋人ともうまくいかなかったり、やっぱり人間関係に奥手になる人が多いと思います。自分もそうですし。